京急横浜自動車のタクシー京急横浜自動車株式会社は横浜市港南区に本社を置く京急グループのタクシー会社京浜急行電鉄100%出資の完全公会社である京急交通を中心とする6社7営業所で京急タクシーグループを形成する京急横浜自動車の本社は京急タクシーグループの本部内に置かれている黒塗りの車体に 蛍光緑色で、京急タクシーと書かれており、地元では、京急タクシーの愛称で呼ばれている。1954年8月21日、横浜交通株式会社として設立。1967年10月に、京急横浜自動車株式会社に、社名変更した。横浜市内で戦後に、初めて開業した、タクシー会社である。なお、 横浜市内で戦前から営業するタクシー会社としては、神奈川都市交通がある。営業エリアは、京急タクシーグループの公式サイトでは、港未来、上大岡地区と案内されており、横浜市鶴見区、神奈川区、西区、中区、南区、江南区、磯子区、金沢区の京急沿線を中心とする。京急タクシーグループ全体で、運賃支払いに交通系。 IC カードが利用可能で、パスもスイカのほか、交通系、IC カード全国総合利用サービス対応カードが利用できる。また、グループ全体で、京急プレミアポイントに加盟している。ありがとうございます。